やっと来たね、悪しき炎の娘。待ちくたびれたよ、本当にもう。よくもこのドド一族の統治者たるドド大魔王様に歯向かったね。その勇気褒めてあげるけど、残念、これでおしまい。だってドド大魔王はこの私クレイちゃんのママアリスだから。ママアリスって、あの、テイワット観光ガイドを書いた人か？クレイ、そしてこの島まで付き添ってくれた人たち。どう？どう？この島の海は楽しめと？照りつける夏の太陽と砂浜なかなかのバカンスだったでしょ。ああ、探しても無駄だよ。私はここにいないから。今話してるのは私が発明したアリスレコーダー、ママの愛を記録して伝えるための機械だよ。ほう、なるほどな。ん？まさか驚かせちゃってるかな？ごめんね、うちのクレイはおもちゃが大好きだからさママとしてそういった気持ちには応えてあげなくちゃと思って。おもちゃってレベルのものじゃないだろ。まあ、まあ、みんなと会えないのは残念だけど、遠くからみんなのこと見守ってるからね。まさかアリスさんがこの件に絡んでいたとは。これは私も予想外だ。ええ？みんな不思議に思ってるよね。どうしてこんな遠く離れた場所にわざわざ仕掛けを作ったのか。それはね、私がその島を気に入ったから。その島の遺跡や景色がすごく素敵だったから、この喜びをみんなと分かち合いたかったの。だから、いろいろと仕掛けを作ったんだ。クレイのママもかなり自由人だな。あれ？今誰か私の悪口を言ったでしょう。ウェイ、言ってないぞ。いや、このくらいアリスさんならたやすいことだろう。どういう意味だ？クレイの母親は神秘的な力を持つ万能なる魔女。驚くことはない、彼女はこういう人なんだ。さてさて、今は手紙のことや船のことを考えてるのかな。あと不評とエネルギーの層のことも。まあ正直言うと、私もやりすぎたかなって思ってるんだ。でもみんなを集めるにはこうするしかなかったからさ。それにその島にはいろいろな物語が隠されてる。かつて暮らしていた人たちの痕跡、ナンパした船、謎の機械とかね。利用しないともったいないでしょ。さてさて、手紙を受け取った人は全員いるよね。ガイアさん、ディルクさん、レザーちゃん、ジンさん、バーバラさん。最後は頼もしくて頭のいいアルベドちゃん。そして謎の旅人とその仲間パイモン。あなたたちは私がクレイのために招待した大切な客人。クレイに素晴らしいひと夏をもたらしてくれてありがとう。島のすべては私からのプレゼントだよ。あなたたちがこの録音を聞いてる頃、私はどこか他のところを旅してるだろうね。旅から旅の生活は慌ただしいけど楽しいよこれはそこにいる旅人もよく知ってるよね。アリスさん、忙しくてクレイと一緒にいられないから、きっとこんなことを。違うよ、ママはずっとこうなの。もし今この一件のことを深く考えていたら一言言わせて。私がモンドを気に入ったのは、自由が私たち親子の望みだから。私はただクレイが好奇心と善意ある人に成長してほしいだけ。クレイの望むままに何でもできてどこにでも行ける。
そんな子に育ってほしいの。なるほど、確かにアリスさんらしい考えだ。申し訳ない、誤解していたようだ。なんかいいママだな。うん、クレイのママは世界一のママだよ。ママ、クレイはね、お魚を取って船に乗って泳いでいっぱいいっぱい遊んだんだ。みんなクレイにとっても優しくて、いつも助けてくれるな。今度はママも一緒に来て遊ぼうね。親子揃って自由なエルフだぜ。夏、そういえば私がその島に行った時もちょうど夏だったな。砂浜に腰を下ろして波の音に耳を傾けていたら、クレイとの思い出がよみがえってきてね。クレイ、あなたは夏に生まれた子、海と風の祝福。ママの子供として生まれてきてくれてありがとう。ママね、ずっとクレイにプレゼントを贈りたかったんだ。だからこの島を利用したの。古びた遺跡を夏の楽園にして、ドド大魔王の名を借りて招待状を送った。異世界の伝説に金リンゴって呼ばれる奇跡の島があるんだ。その島はいろいろな名前で呼ばれていて、人々の美しい夢が詰まってる場所なの。ママはこの伝説が好きでね、このお話と同じような素敵な思い出をクレイに作ってあげたかったんだ。だからこれはクレイへのプレゼント。青い海、真珠のように輝く砂浜、不思議な楽園、クレイを愛する人たち。お、それで三つの水晶だったんだね。花弁のような薄紅、波のような水色、秋の葉のようなウコン。アリスさんにとってこの群島が四つ目の水晶なんだろう。海の真ん中に位置する緑に覆われたエメラルド、夏の水晶というわけだ。クレイもママも普通の人より長生きする種族。私たちにとって時間は風のようにあっという間に吹き抜けてしまう。この長い命の中で、親という存在は子供の人生のほんの一部でしかない。たとえ離れたくなくとも、いずれ自分の道を歩み始めることになる。クレイ、ママはずっとクレイを愛してるよ。でもママ以外にもたくさんの人がクレイのそばにいる。お友達や先生、不信がりながらもクレイのために島に残ってくれた人たち。この夏はみんなのもの。たとえ生活がどんなに変わろうとも、何が起きようとも、夏は消えない。人の愛のようにね。これからの人生、何があっても忘れないでほしい。この世にクレイを愛する人がたくさんいるってこと。あ、そうそう、アルベドお兄ちゃんの言うことをちゃんと聞くのよ。ママ、定期的に様子を見に行くから。実はたまにこっそりとモンドに帰ってるんだよ。まだ誰にもバレてないみたいだけど。アリスさん、相変わらずのようだ。もしかしてアルベド、最初から気づいてたのか。ん？そろそろ時間だね。お話はここまでにしよっか。ああ、そうそう、私が苦労して作ったこの楽園、思う存分楽しんでいってね。それじゃみんな、クレイ、バイバイ。ママ、バイバイ。大魔王はママだったんだ。クレイ、なんだか嬉しいな。モンドの正門を解かしたママも、反省室に閉じ込められたママも、変な手紙書いてくれるママも、クレイ大好き。そんなことないよ、ママはすっごい大魔女だから、
いつでもクレイと一緒なの。だから寂しくない。クレイ、世界で一番ママが好き。英雄騎士のお兄ちゃんはクレイのこと好き？クレイも大好き。ここでクレイと一緒に遊んでくれる？じゃないとここを頑張って作ったママが悲しむから。まだボンボン爆弾がいっぱい残ってるの。それにドドコもいるよ。一緒に泳いでお魚をドカーンしよう。クレイと一緒だといつも楽しいな。ねえ早く、クレイが待ってるみたいだ。オイラたちも行こうぜ。こんなふう